みなさんこんにちは。オフィスまゆみのまなちゃんです。イエーイ。はい、今日はですね、みなさんちょっとね、私ももう今日は暑くて半袖着てるんですけれども、はい、あなたの体はの健康はどうでしょうかという動画になっております。はい、私たちですね、毎日オフィスまゆみのチャンネルは健康と美容に関する動画を毎日配信しております。はい、その中の一つ、健康ね、健康チェックの、質問などもあったりしますので、ぜひぜひ皆さん動画最後まで見てください。はい、ということで、そうですね、もう私もですね、もう健康だけが自分の強みっていうかと思ってるぐらい、もうほとんど風邪ひきません。あとなんだろう、どっか、まあ腰がねちょっと痛かったりとかはたまにしますけど、でも自分で改善してすぐね治ったりとか、まあね、年のね、さあやからやって思ってくださる方もいらっしゃると思いますが、でも本当に私の友達でも血圧高い人もいるし、便秘で悩んでることがもういたりするので、まあね、年の関係もあるかもしれないですけど、でも何歳になってもやっぱ健康と美容って絶対大切にしてほしいなって、思っております。はい、そこで今日はですね、私たち納税日本一の斉藤ひとりさんが作ってくれたサプリメントの中で、もうね、元気な人でも飲んどいてほしいっていう、サプリメント、栄養ですね、栄養を入れといてほしいっていうものがありますので、ぜひそれは取り入れてね、まあ無理せずこれは基本で飲んどいてほしいなっていうのはあったりしますし、はい、なのでなんか全然知らない方でもちょっと楽しんで見てもらえるんじゃないかなと思います。はい、でそもそも健康な体ってどんな体っていうところなんですけど、まずですね、なんだろう、痛いとこがないこと、そりゃそうですよね。やっぱ例えば肘痛い人いるかな、いっぱいね、疲労でこう肘痛い人でも、ここの血流がこうちょっと滞ってたりとかすると、やっぱ痛みに来たりとかすると思うんですよ。凝りとか、凝りもね、やっぱ血流がちょっと悪くなっちゃって、肩こりとかでもそうなんですけど、肩こりでもひどい人は頭痛だったりするじゃないですかね。そういうのね、まあね、頭痛出たらこうしよう、ああしようっていう風に対処したらいいと思うんですけど、まあ健康チェックということで、まず体の中で痛いところがないこと、それから食欲があること、確かにそうですよね。食欲ないとね、食べていかないと栄養も取れないし、なんだろう、どんどん痩せていっちゃうしと思うんですよ。はい、何ですか、食欲があること、それからもう一つ、病気がないこと、まあ痛いところねと繋がってくるかもしれないんですけど、痛いところがない、病気がないこと、それから体が丈夫なことですね。はい、さっきの、まあ、痛いところがないことにちょっと繋がってるか来るかもしれないですけど、まあやっぱね、病気だったり、なんだろうね、丈夫じゃない、すぐ骨折しちゃうんですみたいな人はちょっとこうカルシウム取ったりとかっていうのをした方がいいかもしれないですね。はい、そういうところがやっぱね、ない方は、お、自分健康だぜって自信持っていいと思います。はい、で私も今自分で喋りながら思いましたけど、特に、痛いところもないし、そうですね、丈夫、骨折ったことはないし、食欲も毎日あります毎日ありますっておかしいですけど、はい、ありますので健康かなと思います。はい、でまあね、これ見てて、あ、私ちょっともう最近食欲ないわ、暑くて食欲ないっていう方とか、はい、この間ちょっと骨折したんですっていう方とかもいらっしゃると思うので、まあ、そういう方は焦らずに自分のね必要なお薬もそうですし、栄養しっかりご飯とかでね入れてほしいと思うんですけど、やっぱり手っ取り早いっていうか、早くねしっかり栄養バランスよく入れられるものを
ね、やっぱり毎日日常、ね、もう野菜でもうこのボール一杯の野菜を1日分ってよく言うじゃないですか。毎日食べてられないからね、まあ、サプリメントだったりとか、ね、健康あの栄養の入った健康食品を最近は飲んでる方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひぜひ、はい、農水日本一の斉藤ひとりさんのサプリメントもね、漢方のサプリメントになってますので、はい、ぜひ興味ある方は、はい、飲んでみてほしいんですけど、まずこちら匂いきれいゴッドハート、ゴッドハートダイエット浄化青汁、なんか塩青汁っていうのを最近言ってるんですけど、少しミネラルの入ったお塩が入った青汁になっております。これはもう食物繊維たっぷり入ってるので、ぜひね、まあお通じにもつながるし、ダイエットにもつながるし、腸内環境にもつながるしということで、基本もうひとりさんもずっと教えてくれてて、ね、腸内環境を整えることが基本だよって言ってくださってるので、これはやっぱ健康、今健康な人でもその今の健康を維持するために、私もそうですけど、ね、今のこの元気な体を保つために飲んでおります。はい、それからこちらビヨンカツ、はい、これ名前の通りなんですけど、体をね温めてくれる、体やっぱ体温も6度5分から7分あるといいよっていうのを言われてるので、ね、体温めると代謝も上がってダイエットもつながるし、はい、美容にもつながりますので、はい、これ基本で飲んでほしいなと思います。他にもねバランスよくいっぱいいろんなもの入っておりますので、はい、めっちゃいいと思います。これは粒です、粒、さっきのは粉の青汁ですので水に溶かして飲むタイプ、はい、それから美味しい水晶エキスが入った水牛さん、これもうケイ素、素晴らしいですね。水溶性のケイ素さんが入っております。でケイ素って何か知らない人は、まあ、Google 先生たところで調べてもらったらいいと思うんですけど、本当にね体のいらないものを、はい、出してくれるというか、はい、もうケイ素の役割がしっかりしてくれますので、これはお水に溶かして1日かけて飲むタイプなので、ね、サプリメントとかまだ、ね、なんだろう、飲むのに慣れてないわっていう方とかは結構飲みやすいと思います。いつも飲んでる水に入れるだけなんで、はい、めちゃくちゃいいですね。なので3つとは言いませんが、ぜひこれのどれかでもいいですし、3つ健康ね維持のために3つじゃあちょっと買ってみますっていう方もいらっしゃいますし、はい、ぜひ続けてほしい3種類でございました。私も飲んでおります。はい、で他にもねひとりさんのサプリいろいろあるんですけど、私はここが弱いからこれ飲んでますっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、まず何もわからないわ、でも健康を維持しておきたい、はい、今の体から抜け出して健康になりたいという方はぜひこちらの3種類おすすめしております。はい、まあおすすめというかね、私も実際に飲んで本当に今ずっと健康でいてられるのは、まあ、毎日のね運動だったり、あとご飯だったり食生活ですねだったりもあるんですけど、やっぱこのひとりさんが作ってくれたサプリメント、ずっともう7、8、9年くらい、10年弱かな飲んでるんですけど、ずっと健康なので、まあ、風邪ひく時もそれたまにあるんですけどお肌も綺麗になったし、本当に助けてもらっております。はい、ということで今日はですね、皆様健康維持のためにぜひお役立ててほしい動画となりました。はい、ということでこの商品欲しいなっていう方は、概要欄のマルカンのお店さんか、またはオフィスマイミで買えますので、あ、金額言ってなかったですね。こちらが 1ヶ月、約1ヶ月、1万800円のビヨンカツさん。こちらは1万2960円の水流さん。はい。で、こちらは1万2960円のダイエット浄化青汁さんです。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの中でも、私こんなことを、健康に向けてやっておりますっていうこととか、ひとりさんのサプリでもサプリメントでこれ
健康維持のために飲んでますっていうのがありましたらコメント欄に書いてくださいませ。皆様のね体験談とかご意見が本当にみんなの役に立ちますのでぜひぜひお待ちしております。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひこの動画がいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、そして一緒に健康な体手に入れましょう。ありがとうございました。皆さんこんにちは。ここからはあやちゃんからのお知らせです。オフィスまゆみでは私たちと一緒に銀座マルカンの商品を広めてくださる方、特約店さんを大募集しております。銀座マルカンのサプリメントや化粧品が大好きな方、斉藤ひとりさんが大好きな方、宮本まゆみさんが大好きな方、そしてオフィスまゆみが大好きな方、一緒に働きたいなって思ってくださってる方、大大大募集中でございます。はい、特約店さんの資料に関しては概要欄に貼ってるフォームから無料でどなたでも資料請求していただけますので、まずはお気軽に資料請求してみてくださいませませ。主婦の方でも副業の方でももちろん自営業されてる方でもどなたでも大丈夫です。まずは資料請求無料ですのでぜひぜひやってみてください。皆さんからの資料請求お待ちしてます。